こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回は帝国ホテルのサービスアパートメント滞在中に利用したサブスクのルームサービスについてのご紹介です。実際に宿泊したお部屋の説明や、また無料特典に関しては以前アップした動画で詳しく説明しているので、どうぞそちらもよかったらご覧ください。現在帝国ホテルのサブスクのルームサービスは1人6万3000円ですが、僕の場合3月31日からサブスクを利用したので、値上がり前の6万円で注文できました。30泊で合計61回注文したので、1回あたりのルームサービスのお値段は984円で利用できた計算になります。これはめちゃめちゃ安いですよね。ではサブスクのルームサービス、一体どんなメニューがどのように注文できるのでしょうか。次の動画をご覧ください。はい、サービスアパートメントで、ルームサービスのサブスクリプションを注文した人は、ここのパッドから、ルームサービスを1ヶ月間無料で注文することができます。ルームサービスサブスクリプション、こちらをクリックします。はい、画面が変わって、ご注文と今月のスケジュールとあります。今月のスケジュールどうなのか見てみましょう。はい、これが4月のスケジュールですね。はい、こうして、水曜日から土曜日まで同じメニューになります。そして、日曜日から火曜日まで、こちら3日間ですね。これまたメニューが変わって、またこの期間は同じメニューで、これを、4種類ですね。メニュー4種類あるので、4種類がこうしてローテーションで変わっていくような形になっています。3月の31日、ここですね。ここにちょうどチェックインして野菜カレー食べ始めました。そして今日が4月の2日なので、ここですね。はい、なので明日メニューが変わります。とても楽しみですね。こうして4日と3日でメニューがどんどん変わっていきます。で、どうやって注文するかについては、この注文ボタンを押して、で、こちらですね、4月の2日、はい、4月の2日、19時17分になっていますので、最短で20時になります。もっと遅くの注文が良ければ、こうして、遅くの注文もこちらで注文できますし、もうパッドがちょっと操作わかんないって方は、電話でも注文できるみたいです。じゃあ、こちらの方で、注文していきます。僕たち夫婦2人なので、1種類につき2個ですね。ミックスサラダを例えば2つとか、スープ2つとか、こうして野菜カレー2つとか。もう最初本当量が分かんなくて、結構最初頼んじゃったんですよね。ミックスサラダと2つ、スープも2つ、カレーも2つ。んで、このリガトーニ1つとサンドイッチなど、もうすんごいお腹いっぱいになりましたんで、ちょっと食べる量皆さん気をつけてください。で、これでもしよかったらですね、こちらかな、カートを見るっていうのを押して、はい、こうして確認画面が出てきます。これでよかったら、まあ、部屋番号を入れて、名前を入力して、確認するっていうと、注文することができます。まあ、こうして、僕の場合は、1日2回ですね、お昼ご飯と、夜ご飯注文してます。まあ、最初はすぐ飽きちゃうのかなと思ってたんですね。同じメニューがやっぱり4日も続くとさすがに飽きちゃうかなと思ったんですけども、全然飽きないですね。本当にカレー毎日食べても本当美味しいですし、このミックスサラダに関してはもう野菜がすんごい入ってるんですね。スープも本当に美味しいし、野菜カレーも本当に美味しいので、まあ、毎日食べてても全然飽きません。でも、まあメニュー変わるのもちょっと楽しみです。なのでこうして、サブスク、利用した方はもう本当に部屋で簡単に注文できて、ホテルマンの方が、まあ、テーブルで持ってきてくれるので、まあ、一歩も出ないでもう寝巻きのまま食事をすることができます。一応こんな感じになっています。ありがとうございます。あ、この辺で大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、こちらご注文の確認させていただきます。はい、こちらコンビネーションサラダが2つでございまして、はい、スープパン2人様分とた、はい、和風のリガトーニでございまして、はい、こちら、サンドイッチがお二人様分でございまして、はい、フルーツ大変申し訳ございませんよね、はい、フルーツが少々
お皿の上で。ああ、全然全然大丈夫です。はいはい、もう大丈夫です。全然大丈夫です。はい。こちらお待たせいたしました。はい、ありがとうございます。何か他にお手伝いできることございますでしょうか。もう十分大丈夫です。はい、ありがとうございます。失礼と申し訳ございません。あ、いい、どうもどうもどうもです。失礼します。ありがとうございます。はい、いただきます。まあこんな感じでワゴンで持ってきてくれます。はい、必ずこうしたバラ一輪あって、まあ本当スプーンとかナイフとかも本当にふんだんにつけてくださいます。まあこういったおしぼりですね。あとこういったナプキンとかも毎回入ってくるんですね。本当に感謝です。まあケーキはまあこれで潰れないように、まあ、固くケーキが潰れないようにこういった特殊なラップもしてくれて、野菜はこうやって蓋をしてますし、料理もこうやって蓋をしてますし、あったかい料理の下にはですね、このあったかいウォーマーみたいなのがついていて、お料理が冷めないようになっています。またスープもサーモスのこの瓶に入っているので、もうあったかい出来たてのスープそのまま食べれるような感じです。お水も毎回こうして入れてくれるんですよね。はい、あとこういった卓上の胡椒と塩も毎回つけてくれます。あと帝国ホテルの爪楊枝、はい、これは一般の爪楊枝とかではなくてすごい取りやすい爪楊枝ですね。一般に量産している爪楊枝、丸い爪楊枝じゃなくて、本当こんな感じで、丸じゃないのでね、歯の間に本当にスッと入っていくんですよね。いい爪楊枝だと思います。はい、じゃあそれでは今日も食事いただいていきます。ここからはルームサービスのすべてのメニューをご紹介します。ジャンル別に一番美味しかったものから順番にご紹介していきます。ビーフカレーです。これ楽しみにしてましたね。カレーの中でこれが一番大好きです。美味しいです。あと牛肉がもうゴロゴロ入っていて、もう9個10個ぐらいもでっかいのが入ってるんですよね。とても柔らかいです。これ普通のルームサービスのメニューで見るともうほんと高いんですよね。3000いくらとかって書いてたので、まあね、それと全く一緒かどうかは分かりませんけども、まあそれぐらい、まあ、してもおかしくないんじゃないですかね。これ本当にね、もうビーフカレーになったらもう絶対昼も夜もカレーを毎回頼みます。はい、それぐらい美味しいですし、まあ、ビーフカレーだったらもう30泊もうずっとビーフカレーでも僕は飽きないと思いますね。それぐらい本当に美味しいです。はい、じゃあハヤシライスからいただいていきます。結構キノコとかしめじとか玉ねぎ、そしてビーフがこうしてゴロゴロ入っていますね。ライス自体ルーにたくさん入っています。いただきます。うん、本当これ何度も言うんですけど美味しいんですよね。本当にハヤシライスあんまり本当好きじゃなかったですよね。昔から子供の頃カレーの方が全然好きで、ハヤシライスは本当あんまり、まあ、味が中途半端っていうかね、あんま好きじゃなかったです。これ本当に、まあ、デミグラスソースなんかよくわかんないですけど、本当に煮込まれた味がすごくして、ルー自体がすごく美味しいです。なので子供の時にこのハヤシライス食べたら多分ハヤシライス大好きになったと思います。で今も、まあ、いろんな店でこの味がハヤシライス出せるんだったら僕はハヤシライス選びますね。それぐらい美味しい味になってます。はい、野菜カレーです。揚げたナスとかぼちゃとトマト、ブロッコリーが入ってますね。美味しいな、これ。これはカレーが美味しいですね。スパイスが効いてて美味しいです。全部かけちゃう。焼きナス、うめ。パンプキンも美味しい。はい、シュリンプカレー食べていきたいと思います。せっかくなのでエビからいただきます。美味しいです。ここのカレー本当美味しいです。まあ、野菜カレーの時とカレーのベースの味は
ほとんど変わってない味だと思うんですけど、結構スパイスが効いてるんですよね、ここのカレー。結構ピリッときて、すごい辛いってわけじゃなくて、本当にアクセントにピリッときていて、またハヤシライスとは全然違った味なので、またこれで4日間続くと思うんですけども、全然満足です。はい。じゃあ、いただいていきます。ビーフストロガノフが来ました。はい。牛肉がゴロッゴロ入ってますね。すごいですね。ビーフってつい、名前がついてるだけあって、牛肉がゴロゴロ入っています。ちょっとね、ルーが、ハヤシライスとかはまた違って、オレンジっぽいですね。牛肉ゴロゴロしたのが1,2,3,4,5,6,7,8,9個入っています。ちょっとわかんないので、オレンジ色っぽい色がしています。うんうん、あ、美味しいですね。牛肉も特に柔らかくて、マッシュルームも入ってますね。はい、またハヤシライスと違った、まあちょっとなんて表現していいかわかんないですね。これハヤシライスって言われても、あ、そうなんだって感じがしそうな味なんですけど、味は本当に美味しいです。ただこのオレンジ色がトマトの味が少し強くなったハヤシライスみたいな、まあ、そんな感じもしますね。はい、でも美味しいです。これが今度続きますので、今日からこれいただいていきたいと思います。山菜ピラフだそうです。はい、山菜がたくさん入っていて、鶏肉も入ってるみたい、なんかおこわみたいな感じがしますね、見た目はね。はい、ピラフというよりかは山菜おこわのような見た目がします。ちょっと食べてみますね。はい、こんな感じです。これほんとピラフというおこわですね。山菜おこわって言って出されても、まあ、全然違和感がないですね。でもまあピラフなんでしょうね。でもほんと美味しいです。これ鶏肉も山菜も、椎茸も入ってるのかな。そう、ご飯に味が染みていて、鶏肉の味とか山菜とかもう椎茸が染みていて美味しいです。なんかごぼうも入ってそうですね、中に細かく。美味しい和風ピラフになりました。これ結構美味しいんですよ、和風ピラフ。僕結構好きで、しば漬けが細かく入っていて、ピラフなんですけどもちょっと和風の要素があって、お豆がいっぱい入っています。なんかね、メニューは白身魚とかって書いてあるんですけど、白身魚が、あ、ちょっと入ってますね、やっぱね。はい、白身魚が少しこうやって入っています。そして、そうですね、白身魚が結構細かく入っていますね。そして豆も入っています。これも結構お味が美味しいので、またリガトーニとは違った楽しみがあります。はい、じゃあ次、リガトーニいただきます。まあ、粉チーズがついてくるので、それとタバスコをかけてみました。まあ、パスタの大きいのと、ミートソースが絡んでとても美味しいです。ミートソースがすごい美味しいんですよね。このミートソースで、まあ、スパゲッティ、リガトーニもいいんですけども、スパゲッティを食べたいぐらいのいいお味です。うん、粉チーズとタバスコとよく合います。和風リガトーニ、和風の味付けをしているパスタなのかな。ちょっと食べてみます。和風の味付けなんでしょうね。うん、あっさり味ですね。タバスコとか入れるといいかもしれません。このリガトーニ、チーズと、タバスコかけていただきます。美味しいです。トマトソースのスパゲッティの具に、こういう大きいパスタが筒状のパスタに変わったって感じですね。すごい美味しいです。いただいていきます。トマトとツナとチーズのサンドイッチですね。これがサンドイッチの中でナンバーワンです、うちの中で。はい、これ一番美味しいです。サンドイッチです。これトマトだと思ったらサーモンでした。サーモンとポテト、レタスが入っています。いただきます。サーモンのサンドイッチって珍しいですよね。コンビニとか絶対置いてないですよね。わ、帝国ホテルならではの、すごい美味しい味です。あ、卵サンドですね。卵とハムのサンド、卵とそして細かいハムがね、結構こうやって入ってるんですよね。最近はあの卵サンドというと、卵がめちゃめちゃ入ってるサンドがあるんですけども、昔ながらのサンドイッチですね。卵ばっかり入ってるのってあんまり個数食べられないんですけど、これほんとサクサク食べられて、
きゅうりとハムと卵、本当にいいですよね。はい、次かぼちゃのスープです。これも毎日飲んでるんですけど、本当美味しいです。まあ、かぼちゃの風味がすごくて、甘みもすごくて、毎回もうお昼と夕方も毎回食べてるんですけど、全然飽きないです。今日から変わったスープなんですけども、こちらがですね、黒いのが結構入ってるのがちょっとわかりますかね。はい、これなんか、マッシュルームとかトリュフとかキノコ類だと思うんですけど、これ美味しいですね。あとこういったポークですね、豚肉の塊とかが入っていて、まあ、細かな野菜が結構入っていて、これもこのスープ本当美味しいです。はい、これもおすすめです。はい、スープがミネストローネ、今日の昼食からですね、新しいスープが来ました、これ。はい、じゃあミネストローネちょっと食べてみましょうかね。これの感想何もまだ言ってなかったので、はい、いただきます。いろいろ入ってるんです。お肉も入っていて、人参、ズッキーニですか、緑のやつちょっとわかんないですけどね。結構なんかお野菜がね、すごいいっぱい入ってるんですよね。で、まあ、かぼちゃスープって本当美味しかったんですけども、あれは具がもうかぼちゃのみだったので、ね、あれはあれで美味しいんですが、まあ、こうした具があるスープっていうのがね、また美味しいです。まあ、いろんな具が入ってますね。はい、パプリカも入ってるかな、セロリも入ってるかな、すごいいっぱい入ってて、まあ、サラダみたいな感覚でこれも食べれますね。はい、サラダとこれは毎回頼む予定です。はい、野菜のスープです。細かなベーコンと玉ねぎが入っていて、すごい美味しいです。じゃがいものポタージュって言ってましたんで、どんな味がするのか楽しみですけど、ちょっと食べてみますね。はい、ポタージュスープを、あのじゃがいものすりおろしを結構入れたような味ですね。結構口の中にじゃがいもの美味しさが広がります。まあ、ずっとあのサラサラしたスープがしばらく続いたので、こういった濃厚なスープ大歓迎です。お昼これ何のスープなんだろうと思いながら飲んでても分かんなかったんですよね。なんだろう、枝豆なのかな、何なのかなと思いながら飲んでたんですけども、さっきあのルームサービス持ってきてくださったホテルマンの方に聞いたんですが、グリーンピースのクリームスープだそうです。まあ、ホテルもなんかあの初めて出したらしいんですね。なのでなんかお客さんの反応を今見てるんじゃないですかね。ちょっと青臭い感じがするんですね。まあ、ちょっとグリーンピース苦手な人はちょっと難しいですね、このスープはね。グリーンピースで分かって飲めば美味しいんじゃないですかね。さっきは本当何かな、何かなと思いながら飲んでたので、あんまり味わえなかったので、今ちょっと飲んでみたいと思います。はい、まあ、個人的にはあの他のポタージュとか、まあ、かぼちゃのポタージュとか、他のスープの方がちょっと美味しいかなとは感じはします。はい、でもこれも楽しんでいきたいと思います。ショートケーキ、いちごのショートケーキです。ここにインペリアルホテルにロゴが入ったホワイトチョコレートが載っています。ではいただいていきます。おいしいな。これはおいしいですね。すごいおいしいです。フルーツタルトですね、選んでみました。このフルーツタルトも、帝国ホテルの名前が入ったチョコレートがあります。いちごとキウイとブルーベリー、うん、あ、美味しいな、これ美味しいですね。モンブランはちょっと和風が好きな方はいいと思うんですけど、僕ちょっとあんこが苦手なのでだったんですけど、これは美味しいですね。フルーツがたくさん乗ってます。これはマンゴーかな、チョコバナナタルトですね。よく見たらこれがちょっと顔のようになっていますね。うさぎの顔なのか、ちょっと耳があって目があってって感じ。顔のようになっています。可愛らしいですね。これも一人で食べると結構ボリュームあるので、二つに割って食べています。今度はモンブランケーキですね。ちっちゃいんですけども、見えるかな、インペリアルホテルってこのチョコに書いてますね。すごい芸が細かい。
スマート2つに分けて食べていきたいのでナイフで切っていきます。はい、これをいただいていきます。分かれてますね。栗感がすごいですね。全部栗なんじゃないのかなっていうぐらい栗の味しますね。もともとそんなにモンブラン好きじゃないんですけど、これ美味しいですね。でもまあ個人的にはショートケーキの方が好きですけど、モンブラン好きな方にはこれいいんじゃないですかね。栗の味が楽しめる味です。あとこのパン、スープと一緒にセットでついているパンなんですけども、パンを頼むとこうしてバターがついてきます。最近はもうこのパンを朝に食べて、朝食のパンは一人分だけ取るようにしてます。まあ、それがちょうど量的にも味的にもいいかなと思ってます。バターも塗れるし、はい、こうして食べるのおすすめです。はい、今日はこのサラダですね。いつも毎日2回食べてるこのサラダ、何の野菜が入っているのかちょっと調べていきたいと思います。ちょっと福神漬けかけてから気づいたんですけど、福神漬け抜きで数えていきたいと思います。カットキュウリが入ってましたね。プチトマト、はい、アスパラガスが2本入ってますね。ですけどこの人参ですね、はい、スライスした人参が入っています。赤色のパプリカが、そして今度パプリカの黄色もありました。はい、ベビーリーフが入っていますね。もうこれはまたベビーリーフの別の種類ですね。グリーンからし水菜ってなってます。まあまあレタスですね。はい、あとこんな紫色のこれキャベツだと思いますけども入っています。葉っぱの紫色の葉っぱ、小さいのも、はい、この多分ベビーリーフの種類でしょうね。これもなんかレタスの種類なんでしょうね。もう天使の羽のように入っています。なので 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 かな、野菜が入ったサラダとなっています。3週間いて内容が初めて少し変わりました。まあ見た目はねそんな変わんないんですけども、アスパラがなくなった代わりにこのキヌアですね、まあ、麦とかも入ってるみたいです。キヌアとコーンが入ってきて、この豆ですね、こういう豆が足されました。あの天使の羽みたいなレタスも前は2枚必ず入ってたんですけど、あれもなくなりましたね。こうして内容を変えてくれるのはすごい嬉しいですね。多分これも美味しいと思います。はい、帝国ホテルのルームサービスのサブスクなんですけども、それがどれぐらいお得なのか、正規料金でルームサービスを頼んだ時の値段と比較して比べていきたいと思います。現在ルームサービスですね、サービスアパートメント使用する方のサブスクは1ヶ月あたり1人この6万3000円になります。なので、30泊ですね、6万3000円30泊使用したら1日あたり2100円になります。それで1日あたり2回使えると思うので、これを2回の食事として見ると1回の食事が1050円でルームサービス注文できる計算になっています。これがお得なのかどうなのか、ちょっと、正規のルームサービスと比べていきましょう。こちらのルームサービスですね、これ正規値段が載っている表なんですけども、まずですね、ありましたね、ここのサラダ一番下、ミックスサラダ、まあ、ドレッシングはフレンチに固定されるんですけども、これいつも頼んでるやつが2100円します。もうこのサラダ一品頼むだけでもう十分元が取れてますね。プラススープですね、こちらスープが、今まで出たスープはあのコーンスープ出ましたね、こちら。そして野菜スープも出ましたね。この、両方とも1980円のスープです。他のスーパーで載ってないんですけども、多分このランクのスープが出てるんだと思います。でもこのサラダとスープだけでもう4080円になるんですね。いつもはそれプラスですね、ビーフカレー3960円、おお結構しますね。あとは野菜カレー3520円、ここでビーフカレー3960円足してみましょう。足すとまあ現時点でも8040円ですね。すごい値段になってきました。はい、あとはですね、夜だとあのパン、朝食のパンも頼んでますね。パンが550円します。はい、これも足していきますね。はい、8590円になりました。時々、サンドイッチ食べることがあります。サンドイッチも結構カレーと同じぐらいしますね。3080円します。はい、まあ
カレーかサンドイッチなので、まあ、両方とも頼むことはないので、まあ、これはカレーさっき足したのでそのままでいきたいと思います。あ、これデザートですね。はい、ここで、まあ、細かく書いてあるんですけど、このケーキ各種ですね、これに1540円足していきたいと思います。はい、1540円足します。そうすると1万130円になりました。すごい値段ですね。リガトーニとかがねちょっとないので、ピラフとかもね、ちょっとメインじゃない料理についても、まあ、本当はね、これプラス、こういったリガトーニとか、ピラフとか、値段足されると思うんですけどね。まあ、これだけでももう、10倍お得っていうことがわかるんじゃないですかね。はい、それを、これぐらい値段の食事が、毎回1050円で食べられるということですね。なので、まあ、一見ね、1ヶ月6万3000円、2人だと12万6000円、ちょっと高いなと思うかもしれないんですけども、まあ、その辺で外食しても、1050円ですぐ行っちゃうのでね、それをまあ、部屋までホテルマンの方がわざわざ持ってきてくれて、もう本当礼儀正しくね、気持ちよく食事を置いてってくれて、まあまあ食べる時もですね、もう部屋でゆっくりリラックスしながら食べて、そして誰にも気を使わないで大きな声で喋っても全然気にしないでいいですし、まあ、僕は食べるのが早くて妻は食べるのがそんなに早くないんですけども、まあ、それも気にしないで済みますし、まあ、食べた後も僕ベッドでゆっくりしてまだ妻食べてるとかっていうこともできますしね、まあ、夜景見ながら食べることもできますし、あとはもう食べ終わったらもう本当に廊下に出しておけばあとは片付けてくれて、本当揚げ膳据え膳で本当に便利です。あとはまあそういった、まあ、店に行ったりとか店に並んだりとかする手間もないのでね、あとメニューを今日何行こうかな、まあ、これから何行こうかもう選ぶ必要もないですよね。もう大体決まってるので、まあ、本当に簡単です。同じメニューがついて飽きるんじゃないかって思われる方はいるんですけども、今ね本当に20日ぐらいいるんで3分の2ぐらいもう宿泊してますけども、まあ、全く飽きてません。はい、まあ、物が本当に美味しいので飽きないですね。まあ、時々駅の方とかね歩いて行って居酒屋さんとか海鮮丼とか見ると、あ、たまには食べたいなとは思うんですけども、それでも全然ホテル帰ってこういうのを食べれるのは本当にすごい楽なので、あとかなり時間は買い取れてますね。もう多分部屋で食べるだけでもう待ち時間とかそこまで行く時間とかそこまで行くまで着替えなきゃいけなかったりとかね、まあ、いつも夜なんかもう本当にガウンで食べてますので2人とも、ね、本当にその点考えたら毎日食事1時間ずつ買い取れたとしても2時間は本当に時間的に得してると思います。なのでこの帝国ホテル泊まるんであればこのサブスプリクションメニューですね、はい、これを注文するのをおすすめします。まあ、ただカレーが自分は嫌いだとか食べれないとかね、これメニュー見てわかると思うんですけども、カレーなんですね。野菜カレー、シュリンプカレー、ハヤシライス、ビーフカレーとか、もうほぼカレーがメインなので、まあ、カレー食べれないよとか、カレー嫌いだよっていう人は、まあ、やめた方がいいですし、あと、まあ、いや、自分は和食食べないとダメだとかね、毎日違うもの食べたいって方は、まあまあ、その人やめた方がいいです。あとは、体重気にしている方ですね、どうしても炭水化物系が多いのと、ケーキがどうしても食べたくなってしまうんですね、サブスクってついてるので。のでダイエットしてる方はちょっと向いてないかもしれないですね。なので、まあ、ある程度カレーが好きな人とか普通に食べれる方であればこれはすごいおすすめします。では今日は値段を比較してみました。本当にお得だということが分かりました。以上です。はい、帝国ホテルの、サービスアパートメントプラン30泊を終えて、今違うホテルにいるんですけども、まあ、帝国ホテルで毎回バラをね、ルームサービス頼むとバラを1本もらうことができました。そのバラはちょっともったいないので、こうして花びらだけドライフラワーにしてみました。それが、やっと全て乾燥したので、動画に撮っています。合計で、61回ルームサービス頼んだので、まあ、バラが、まあ、61本ですね。花びらのみとなっています。はい、こんな感じで全て乾燥しています。まだね、これバラのいい匂いがね、ほのかにします。はい。で、すごい量なので、まあ、これちょっと見てもらうとわかるんですけど、今、トレイに入れてるんですけど、本当トレイ満タンになっています。はい。で、これをどうしようかなと思って、100均でね、こうした少し透けている袋を買ってきました。はい。これで、完成形はこんな形になります。これに、この袋に、
このドライフラワー花びらを入れて、ちょっと母親に、プレゼントしたいと思います。はい、先ほどのドライフラワーの袋に詰めてみました。完成形ですね。はい、こんな感じになります。これでドライフラワー30日分ですね。60本のバラがここに凝縮されています。こうやって見ると結構いいんじゃないですかね。はい、これを実家の親に、送りたいと思います。はい、皆さんもよかったら試してみてください。はい、それでは失礼します。今回はサブスクのルームサービスについてのご紹介でしたが、他にも帝国ホテルの歴史がよくわかるインペリアルタイムス、またホテル周辺の興味深い施設や夜の銀座など美しい景観が楽しめる場所がたくさんありました。その動画に関しては次の動画でアップする予定ですので、もしまだチャンネル登録をされていない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では今回の動画は以上です。この動画が今後帝国ホテル暮らしをしたい方の参考になれば幸いです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。